銀座にあるアロマフレスカのオーナーシェフ原田真嗣です。今日はシーフードリゾットをご紹介いたします。今回は調理器具と専用アプリを連動してプロの味をご家庭で再現できるヘスタン級のソースパンとスマート IH ヒーターを使用して調理していきます。まずは材料から用意していきます。こちらエシャロットのみじん切りですね。それからニンニクのみじん切り、エクストラバージンオリーブオイル、ジャスミンライス、ドライトマト、乾燥のわかめ、カットわかめですね。それから魚介類がこちら砂抜きをしたアサリ、有頭エビをですねこちら掃除してあります。頭を取って尻尾皮を剥いて、背わたを取りまして半分に縦に切った状態です。ヤリイカ系のイカですね。こちらは皮を剥いて、くちばしを取って背骨と墨と、目を取って一口大に切ってあります。ホタテ貝、剥きホタテを、4等分にカットしてあります。こちらで材料は以上です。はい、それでは電源を入れていきます。まずはオリーブオイルですね。次エシャロットのみじん切り、それからニンニクのみじん切りですね。これをちょっと香りを出すように炒めていきます。はい、続いてジャスミンライスを入れていきます。はい、これで大体、お米が気持ち白っぽくなったので次、魚介類を加えていきます。まずエビですね。エビ、イカ、ホタテ貝、それからエビの頭を加えていきます。ちょっともうちょっと炒めてアサリも加えます。はい、魚介をここで加熱することによって生臭みを取っていきますね。そうしましたら白ワインを少々、で混ぜ合わせます。それでアルコール分を飛ばします。ブイヨンを加えていきます。ブイヨンを加えたら、蓋をしまして、大体8分ほどですね。あんまりこう焼いてない人はどう火加減とかは全部今回は原田さんが指定してくれたやつでやるので、はい、間違いはないですよね。はい、そうですね。まあ一番無難な線はついてます一応。8分ほど経ちましたので、これ蓋を開けて一度、ドライのわかめですね。カットわかめと、それから、セミドライトマト。ちょっと細かく切ったドライトマトを加えます。そうしましたらもう蓋をして4分ほど加熱していきます。はい。はい、それで混ぜ合わせていきます。そうしましたら、エビの頭をエビの頭だけ取り出します。はい、いい感じですね。エビの頭をの味噌をちょっと絞り出すような感じで、やっぱりこのエビの頭を入れることによって全体に風味がつきますので、より美味しく仕上がります。余計な水分を軽く飛ばします。これはジャスミンライスを使ってますので、少しまあ手荒にというんじゃないですけれども、混ぜてしまっても粘りが出づらいので、
これ2本前でもしやる場合にはなるべくでしたら触らない方がよろしいかと思います。はい、ここで旨味をさらに凝縮していきます。はい、これで完成ですね。はい、じゃあ皿にも、盛り付けます。最後に粗めに切ったイタリアンパセリですね。イタリアンパセリを乗せて、でバージンオイルを少し、はい、こちらで完成です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。試食の方をお願いします。はい。原田さんが作ったのにどうですかっていうのも恐縮なんですけど、お味の方はいかがですか？よくできてると思います。すごく魚介の旨味がすごくギュッと詰まった。まあ、今回レシピ的には若干水分少なめでやってるんですよ。まあ、ですからリゾットの割にはちょっと水分少ないかなって思われる方もいるかと思うんですけれども、まあその分その魚介の旨味をギュッと凝縮させたような仕上がりにしてますので、途中からですけれども加えたそのわかめとかそういうのの香りも含めてすごく楽しめると思います。お米の食感とかは結構重要なのかなと思う。そうですね、いかがですか？リゾット、まあ、一般的にはお米の茹で加減っていうか炊き加減は結構重要ですけれども、今回ジャスミンライスを使っているので意外と幅があるんですよ。ですからそれほどなんて言うんでしょう、例えばちょっと手際が悪くなったりしてちょっと時間が伸びちゃったとか言っても意外とそんなにブレはないと思います。まあ、その分今回は少ない水分で、普通はリゾットって蓋をしないんですけれども、蓋をして旨味を閉じ込めて旨味を吸わせるっていうちょっといつもと違う作り方です。お料理って多分こう目で見て出来上がりがどうかとかっていうのも重要だと思いますけども、今回ね全部任せきりというか、はい、機械でこうできるっていうのは実際にやってみていかがでしたか？いや、もうその機械のプログラミングをちゃんと信用していただければ、その何でしょう、その時間他のことができますからね。やっぱり一人でその家庭で料理するにあたってはすごく便利だと思いますし、まあこれからこういう何て言うんでしょう、調理レシピ、調理器具等がやっぱり普及していくと、やっぱりいろいろ料理の幅が広がりそうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。